では KTR 動画の魅力とアークやっていきたいと思います。今日はね、全日中で超効率的にリーパーを厳選する方法を紹介していきたいと思います。っていうのもね、テックピストルとかめちゃくちゃ強い武器とか、あとはね、結構簡単にテイムできる環境があるジェネシス2では妊娠テイムループできるんじゃねと思ってみて、やっぱり環境が厳しいアベレーションと比べてめちゃくちゃイージーにできそうだったので、いろいろ検証した結果を紹介していきたいと思います。それでは本日の目次はこちら。1つ目、ジェネ2のリーパーテイムについて、2つ目、テイムの準備、そして最後に実際に実験をやってみたっていうのをね、紹介していきたいと思います。それはね、まず1つ目にジェネ2のリーパーテイムに関してなんだけど、今ここにいるこいつが R リーパークイーンっていう形で、このね、R 種のリーパーからテイムをすることができます。で、まあこいつをね、瀕死にさせて、で、卵をサバイバーに産みつけさせてっていうテイム方法なんだけど、まあ2パターンテイム方法があって、まあ HP を減らさないといけないので、まあどうするかっていうと、一つの方法が、僕がね、別動画でも紹介しているんだけど、ロックウェルエリアの最深部、こいつがね、スポーンする場所に3の海があるんだよね。まあもちろんサバイバーもダメージを食らい続ける、まあ、3のね、泉というか海というかあるんだけど、そこにぶち込んで HP を減らして、で、テイムをするっていう方法なんだよね。で、もう一個がね、今回紹介する方法で、まあこういったって感じで外に引っ張り出して、そこにあらかじめ置いてたトラップにぶち込んで、で、何回も何回も妊娠させて、何回も妊娠して、このテイムをいっぱいね、複数やって、そこで色とかレベルというか、まあレベルは一緒か、ステータスを厳選するっていう形なんだよね。なので、この方法を取ることによって、まあ、1回限りに近いね、3の海のテイムより、何回もね、テイムできる効率性が非常に高いので、まあ、1回ね、この外まで引っ張ってくるっていう面倒い作業があるんだけど、それさえクリアしたら、めちゃくちゃイージーなので、この方法ね、マジ神じゃねと思って、こちらをね、紹介していきたいと思います。で、このテイム方法ね、ちょっとね、注意点があって、それはね、ソロのね、ローカル、こうオフラインでのプレイにはあまり向いてないんだよね。で、俺がね、毎回ね、3の海でやってるっていうのは、そこがあって、なぜかっていうと、このリーパーっていう生物はね、デスポーンめちゃくちゃするのね。なので、かなり消える判定が多くて、アベレーションの頃もね、一回ね、妊娠ループしようと思って、トラップにはめたままにしようと思ったんだけど、すぐ消えちゃうんだよね。なので、ちょっとね、あまりね、このね、まあ、結構運ゲーというか、ランダム要素が強いので、あんまり向いてないんだよね、この方法は。で、それに比べてオンラインに関しては、サーバー側が、全域をね、マップ全域を常に読み込んでいる都合上ね、あまりね、デスポーンするっていうことがないので、まあ、ソロのね、自分のローカルプレイだと、この読み込んでいる範囲が、今自分が目に見えてる範囲、この描写の範囲ないだけなので、そこの違いでね、ちょっとね、デスポーンのしやすさっていうのが大きく変わってきて、で、今回はね、特にね、まあ、デスポーンっていう意味合いでは、このロックウェルエリア、こいつがスポーンするエリアっていうのが洞窟判定なので、よりね、デスポーンしやすいんだよね。まあ、一回外に出せばある程度デスポーンはしづらいんだけど、洞窟内で誘導してる最中に死んだりとかすると、やっぱりね、デスポーンめちゃくちゃするから、そういったところを考えると、まあ、マルチプレイの方が、まあ、やりやすいかな、みたいな。まあ、もちろんローカルでもね、できないこともないと思うけど、ちょっと環境が不安定になるかなっていうような感じですね。ということを踏まえて、今回の準備をやっていきたいと思います。まず装備品からいくと、テックフェーズピストル、あとはこのチャージライト、まあ、充電式ランタンか、このライトを持ってきます。で、さらにあとはね、外に設置しているこのトラップですね。で、トラップに関しては洞窟判定なので、ロックウェルエリアの中では普通はね、通常の設定だと設置できないので、この出たところに、まあ、大体置くっていうのがセオリーになっております。っていう感じなので、まあ、とりあえずね、ざっくりね、やり方のフローとしては、こいつね、リーパーを外まで引っ張ってきて、あらかじめ置いていたトラップにぶち込むっていう感じなんだよね。で、あとはテックフェーズピストルを装備して、で、もう撃つだけみたいな感じでね、まあこれで撃ってテイムをしていくっていう感じなんですよ。で、今回のね、このリーパークイーン一体で何体もね、テイムするっていうね、方法に関しては、二つね、ポイントがあると思っていて、まず一つ目にね、この充電式ランタン、この今照らしてるこれ、こいつなんだよね。これがめちゃくちゃキーポイントになってくるんだよね。で、これ置けるのね。で、置いて、この、なんか定点のライトとして使えるんですよ。なので、これを使うことによって、リーパーをめちゃめちゃイージーにテイムできるんだよね。で、そもそもね、リーパーのテイム方法に関しては、ダメージを与えて、HP15% 以下だっけね。そこまで減らすと、なんかピンクのモアモアが出るのね。で、そのピンクのモアモアの瀕死状態の時に、まあ、生存本能かなんか知らんけど、卵をサバイバーに植え付けてきて、それが生まれてリーパーキングをテイムできる、みたいな感じの方法なのね。なので、そもそもダメージを与えないといけないんだけど、通常のライトなし、照射をしていない状況だと、まあ、このなんかちょっとモアモアなってると思うんだけど、ライトを照らしている時は、この時以外は、通常の時はなんと、ダメージが 80% カットなので、
マジでやばいの 80% カットは。でそれでいて大体ね HP が 45,000 とかあるわけなんだよね。なのでマジねたまったもんじゃないんだよね、 80% カットで 45,000 減らすとか。なのでそれを考えると、まあオーソドックスな方法としては肩にバルブドックとか抗原生物を乗せて、で至近距離に近づいてぶん殴って HP を減らすっていう感じなんだけど、今回はこのランタンがめちゃくちゃクレートとかで手に入るから、でしかもね確かテックストライダーでも充電できたような気がするから、まあ、とにかくね入手経路が多くて、まあ、豊富にねこのねチャージ式のランタンを量産できるわけなのね。なのでこいつを使うことによって安全な距離からこのテックフェーズピストルを使ってダメージを与えていくみたいな感じのことができるんですよ。でこのチャージランタンねめちゃくちゃ強い点があって、ここに置くじゃろ、で隣にね同じようにこれ藁の土台を置きますね、藁の土台を置きますよ。ここに藁の土台にはダメージが入るんだけど、これチャージランタンにはダメージがね入らないんだよね。はい、壊れましたね。あれ藁の土台壊れたのに、なんとあれランタン1もダメージ食らってないっていうことなんだよね。なのでこのランタンクソ便利だから、こいつをね近くに置いて、であとはテックフェーズピストルで遠くからチョンチョンチョンって打っておけば余裕なわけなんですよっていうね構造があるから、今回のジェニ2の環境むちゃくちゃやばいのね。アベレーションに至ってはこれプラス放射能ダメージがあるから、マジ時間との戦いなんだけど、そんなの気にせずいいから、このチャージランタンを使ってでテクフェイドピストルを使って、でお手軽にこの HP を減らせるみたいな感じなんですよ。でもう一個ね、実はねポイントじゃなくて注意点があるんだけど、まあ、前回とかね、まあ、アベレーション編とかでもいろいろ紹介してるこの紙トラップね、これはねあんまり使わない方がいいんだよね。あとはこういった普通の、まあ、四角い豆腐式のトラップとか、これもねあまり使うのはおすすめしません。なぜかっていうと、ポイントとして土台の上にトラップとして作って乗ってしまうと、これ地面に潜った時ね戻ってこれないんだよね。なので、まあ、今ねこっちにね簡易的に作ってるトラップがあるんだけど、ギガノトのねあの紙トラップみたいなやつを流用して作ったねトラップなんだけど、一応登るところはね土台があるんだけど、基本的には地面そのまま使って、あとはボードで囲ってるっていうだけなんだよね。こっちの方がより安定度が高まるんだよね。なので、まあ、ちょっと一回ね実際ねこの描写を切って下にね潜らせてみたいと思います。で今多分ねあの描写切れてヘイトが切れたので地面にね潜っていると思います。それではね、あのね、見ていきたいと思うんだけど、まあ、下がね、ボワーってなってると思うんだけど、で、こんな感じでね、ちゃんとこっち側出てきてくれるんだよね。まあ、なぜかっていうと、まあ、下がね、土台じゃなくて地面だからっていう感じなんですよ。で、こっちのね、土台を使ったトラップに関しても、一応ね、まあ、なんか多分、生存もしてるっぽいんだけれども、なんかね、この地面に潜って、この土台に頭ぶつけてね、上がれないみたいな状況になってるっぽいので、まあ、どんな感じになってるかわかんないんだけど、まあ、そんな意味合いで、ちょっとね、この土台を使ったトラップっていうのは、リピートしてテイムするっていう際にはね、逆に邪魔になっちゃうんだよね。なので、こういった紙トラップとかも同じようにね、三角土台使ってるから、ちょっとね、NG かなみたいな。あ、こんな感じ、こんな感じ。ちょっとね、砂煙だけブワーっと当って、結局出てこないみたいな感じなんだよね。っていう感じで、これがね、今回紹介する何回もね、あの、妊娠を繰り返すことができる一体の高レベルリーパーでっていう感じなんだよね。リーパーに関しては、テイムしてみないと、まあ、産んでみないと色とかわかんないので、かなりね、あのね、めんどくさいんだよね。で、これをね、高レベルリーパーを毎回毎回別のを探して何回も何回もやるっていうのは、めちゃくちゃだるいので、まあ、こういった形で一箇所に置いといて、で、いつでもね、好きな時に HP を減らしてテイムをするっていう形に持っていければ、本当に、あ、死んじゃった。っていう感じでね、サクッとね、このテックフェイズピストルだと、リーパー死んじゃうので、まあ、こんな感じで、リーパーをテイムすることができます。うん、あ、まあ、そんな感じ。いや、テックフェイズピストル強いな、相変わらず。ちなみに今使ってるのは、原始的なので、まあ、この原始的でもね、こんな秒で殺すことができるので、まあ、簡単にね、HP を 15% いくまで持っていくのっていうのはね、イージーなので、まあ、そんな苦労することないかなっていう感じだね。ということで、実際にやってみたっていうのを皆さんにお見せしようと思ったんですけど、死にました。まあ、そんな感じなので、まあ、あの、テックフェイズピストルプラス、こういった簡易のね、トラップと、あとはこの充電式のランタン。このコンビっていうかトリオか、これがめちゃくちゃ強いのよね。なので、まあ、オフラインはね、ちょっとね、動作環境というか、デスポーンに関してね、不安要素が多いので、なかなかちょっとね、っていうところはあるんだけど、オンラインに関しては、超ね、イージーにできるし、なんならオンラインだったら、外にね、持っていくのも本当に簡単だから、まあ、そういった点をね、考慮して、まあ、このトラップをね、オンラインで使って、トライブのね、みんなと、まあ、リーパーを量産するのはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますね。OK、次は HP を600ぐらいまで減らしました。
これでちょっとね、テイムを去りに行きたいと思います。あれあれ、スカッターの認識、あ、これボードさ、良くないかもしれん。あ、これちょっとトラップは考えないといけないね。あー、これ中に入らないとダメージ食らわない系か、これもしかして。という感じでね、ちょっとね、ボードでいろいろ試してみたんだけど、ボードね、完全にダメっぽくて、おそらくなんだけど、ギガノトの攻撃はね、このボードだと当たるので、多分ギガノトは上からね、このボードをね、乗り越えて飛び越して当たってくる攻撃なんだけど、リーパーの妊娠モーションに関しては、まあ、おそらくなんだけど、このなんていうかな、打点が低いんだよね。なので、その打点が低い攻撃に関しては、この看板に吸われちゃうので、ほとんど攻撃が当たんないんだよねっていうポイントがあるので、まあ、そういったところを考えて、まあ、リーパーのね、まあ、このトゲトゲのさ、トゲ飛ばす攻撃とか普通に当たるんよ。この尻尾のね、妊娠モーションに関しては打点が低いっぽいので、ちょっとそこを考慮してトラップを作らないといけないのかなって思いますね。なんならね、たまにね、通常の噛みつき攻撃も当たんなかったりするので、まあ、そういったのを考えるとね、まあ、結構ね、打点が低いんじゃないかなと思いますね、リーパーに関しては。ということで、トラップに関してはまた次回ね、イケてるものを作って紹介していきたいと思います。今日のまとめに関しては、やりたいことはこのランタンとか、あとはね、テックフェーズピストル、ここら辺を使っていって、かなり充実した装備とか環境があるので、ループしてね、テイムをしていくっていうのを挑戦してみたっていう感じです。で、これを作るにあたって、まあ、ポイントとしては、土台を敷いたトラップっていうのは地面に潜った時に戻ってこれない可能性が高いっていうのと、あとはローカルだとデスポーンの可能性が非常に高いので、まあ、オンラインサーバー推奨のやり方ですっていう感じですね。で、まあ、やっぱりあとはね、テックフェイズピストルがマジで強すぎるから、これでね、一瞬でダメージを減らせるっていうのがすんげー強いので、チャージランタンと合わせてね、安全な距離からね、適当にこんな感じで、まあ、あのダメージを食らわせていくっていうのがね、もうこの必勝方法になるんじゃないかなと思いますね。一匹の高レベルリーパーで色厳選やステータス厳選っていうのができるので、まあ、非常にね、使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、多分ね、リーパーに関してはね、ステータスも結構バラバラなんだよね。親のステータス決まってるんだけど、それ以降のテイムボーナスのステータスの割り振りっていうのが毎回バラバラなんで、まあ、そこら辺を考えると、やっぱりね、いっぱいね、テイムをしてステータス厳選したいところではあるので、まあ、そういった感じのね、トラップを作るといいんじゃないかなと思いますね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。現在ですね、チャンネル登録1万人10名目指しており、ぜひ応援していただけると嬉しいです。楽しんでいただけるよう動画生放送今後も続けてまいりまして、チャンネル登録お願いいたします。またいつもコメントや高評価くださって皆さん、生放送に遊びに来てくださって皆さん、本当にありがとうございます。ぜひですね、恐竜ライフ一緒に楽しんでいただけると。それではまた次はトラップでお会いいたしましょう。バイバイ。本当に死んじゃったっていう感じでね、サクッとね、このテックフェイズピストルだとリーパー死んじゃうので、まあ、こんな感じで